女優としてご活躍の土屋太鳳さんの実のお姉様でありミスジャパン初代グランプリに輝かれました土屋ほのかさんです。はい、土屋ほのかと申します。本日この場に立てて光栄です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いつもテレビだったり新聞で拝見している光景の中にいると思うとすごく不思議で緊張しますがとても光栄です。いやでも全然緊張しているように見えないと言いますか、とても堂々とされていらっしゃいますけれども、はい、もう全然 PR イベントも大丈夫そうですね。いやいやもう緊張しております。最新作で登場したハッティをイメージして衣装を選ばせていただきました。こういったハードな格好はね、普段あまりすることがないので、はい、すごく新鮮な気持ちです。成し遂げるとはまた違うかもしれないのですが、それぞれまあいろいろお仕事している中で、こう家族の誰かが何かを乗り越えようとするときは、家族全員で支えるっていう形で、みんなで乗り越えて何かを成し遂げてるのかなというふうに思います。弟と会えるかなって言ってて、家族で、まあ、弟いなくてもちょっと家族でちょっとクリームシチュー好きなのでクリームシチューか作ってもらって過ごそうかなって思ってます。妹も含めていつも実家の近所にある神社に初詣に行っているので今年も行けたらなと思って集まる予定です。いやちょっとまだ伝えられてないんですけども、多分見たよっていつも言ってくれるので、ちょっとこの後言おうかなって思います。着心地いいですなんかやっぱこんなぴったりした服あまり、ね、着ることがないのですごく新鮮で、なんかまた着る機会があったらいいなと思って、そこに向けてちょっとトレーニングしてちょっとボディライン作りたいなとか思っちゃったりしました。でもすごい本当新鮮です。ハッティのイメージで選んだんですけれども、なんかこの靴とかだったらすごい戦えそうだよねってさっき裏で話してましたオフの日はこうやっぱ脱ぎ着しやすい、結構楽な形で脱ぎ着しやすくて、でもきちんと感が出るような一枚もののワンピースだったりジーンズが多いかなって思います。女の子同士でその兄弟で洋服を買いに行ったりとかはあるんですか？買いに行くことはなかなかあんまないんですけれども、共有を幼い頃からしたりはします。今はあんま一緒に住んでないですけど、実家の時はお互いカリッとしてました。小さい頃は妹が必ずピンクのものを持って、私がなぜかブルーっていう、なぜかこう分断されてたんですけれども、どうだろう、特にボーイッシュなんか似たような系統だったと思います。共有できるくらいなので、そうですね、なんかこう自分自身すごいこの年をなんか大きい挑戦をしてターニングポイントにしたいって思っていたので、なんかすごくそう言えるなっていう風な年だったので、すごく環境も変わる部分もありましたけど、自分が目指していたような過ごし方ができて、すごいいい年だったなと個人的には思っています。なんですかね、こういうのってちゃんと用意しておいた方がいいものですね何だろう、パッとちょっと柔軟な頭を持ち合わせてないんですけれども、変化の変変わったに してみます。もしかして次聞いていただいた時変わってるかもしれないんですけど一旦今日は変化の変かな。すごく自分自身気持ちの持ちようとかも変わったし、環境も変わったし、変わろうって努力した年だったかなと思います。また自分の中で新しくやりたいこととかをしっかり今までやってきたものを点と点を結びつけたいなと思っているので、こう今までやってきた人生でやってきたことをつなげていく年で、さらにもっと大きなことに挑戦できるような一年にしたいです。